ココンンビビニニのウィーークリーコンビニラジオ皆さんこんばんは。ウィークリーコンビニラジオがスタートいたしました。パーソナリティは私、コンビニ社労士の安さやかです。本日84回目の放送となります。本日も1時間どうぞお付き合いください。さて、緊急事態宣言がようやく21日に解除となります。 解除に関してはいいと思うんですよねただ「解除しました終わり!」ってなるとそこからまた感染者が拡大していく可能性がこれからお花見とか入学式とかのシーズンでどんどん増えていく可能性があるのでそこの対策をどうしていくかっていうことが今問われているように思いますね。そののりが、まあ、国からの 指指針や指示などで出るのかそれとも各企業や学校などで考えてくださいという話になるのかいずれにしても、まあ、国任せで一般の、まあ、市民とか都民の私たちがその国任せで何も考えないっていうのもそれはそれでどうかなって思うので一人一人しっかりと対策を立てていくっていうことでやっていきましょうと。 言いたいところではありますこのコンビニラジオはコンビニ業界で働く方やコンビニが大好きな方があなるほど聞いて役に立つなと思っていただける情報をお届けする番組です皆様からのご意見ご感想ご要望をお待ちしております FM ギノワンのメールアドレスは797 at fm 技能 1.com もしくは私コンビニ社老子安さやかのツイッターを検索フォローいただきそちらの DM から お問いいい合わせといただければと思います今ちょっと私の会社のコンクリ株式会社のホームページ現在ちょっと見られない状況になっておりますのでもう少々見られるようになるまでお待ちください。ということで今回はですね先週の大阪の高槻で見えないという世界的な交流組織の場所を展開して やっているオーナーの高須さん、高瀬英二さんという方にゲストでご出演いただいたんですけど、まとっても素晴らしい方なのに私がですね。一切一切宣伝をしてなかったっていうこともありまして、もう一周だけこの対談をお届けしたいなって思っております。私の中でもいろんな人に聞いてほしいなっていう思いがありましてで、そういったことでですね。ちょっと今週ももう一回。 高須さんとの対談をお聞きいただければ幸いでございますさて私の近況はと言いますと最近ですね仙台に2週にわたって週末行ってたんですけどもうそれこそ今からその対談でもう一度、まあ、先週聞いていただいた方はもう一度になるんですけどお聞きいただく高須さんの話にもすごく通じる紹介による営業紹介によるビジネス展開というものを元から 考え直ししてきました、まあ、仙台でそういうトレーニングがありまして、まあ、緊急事態宣言がね関東では出てるんですけれども、まあ、今回しっかりと対策をさせていただいて、まあ、出張という形でね行かせていただきましたでそこではそもそも何で私が今この仕事をしているのかっていうことも含めて見直すきっかけになりましたし自分自身のコアバリューつまりま元となる考え方や価値観 そしてそこからのビジョンやミッションについても確認見直しをすることができてさらには私の周りにいるとっても大切なその仕事を紹介し合えるあるいはお互いに利益を与え合えるそういうパートナーを見つけるっていうこともですねできまれていいるなとうことを強く実感した。 そんな時間でもありましたのでまた機会があったらこのあたり詳しくお話ししていこうと思いますこの番組は三方よしの未来で見える未来店舗支援システムキズナアルファでおなじみ株式会社 CVS コンシェルの提供でお送りいたしますそれでは CM の後再び対談ですコンビニシャロ石安さやかのウィークリーコンビニラジオ あなたの人生に輝きをたくさんの仲間に出会える場所人生の喜びを発見できる場所それがベタニア・チャージです苦しんでいる人悩んでいる人一度訪れてみてください沖縄ベタニアチャージ交通量が多い字幕付きの映像で目に留まる 浦添市ぐすくま58号線沿いの大型ビジョンであなたのお店イベントなどなど PR しませんかお問い合わせはぐすくまタウンビジョンまで宜野湾ヒルズ通り究デイゴ通りにはいろんなお店がショッピングカフェ飲食雑貨そして絶景の夜景スポット新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り マから医者交差点へとつながる坂道宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てねあなたの大切な方のお見送りを一緒にお手伝いさせていただけませんか大切な人の最後だからしっかりやりたいそんな願いを叶えます電話番号は8 9 2 8 6 8 8安心事前のご相談は葬儀社新化へ 沖縄引っ越しセンター「0120497755」「ムービング沖縄」で検索「君の心に溶けた手作りのお味噌を」「シフォンケーキで優しく包む」「く味噌加工をしょゆめご屋が作る味噌シフォンケーキ八重瀬の」「ゆめごぼ コンビニ社老子安早香のウィークリーコンビニラジオはいそれでは本日はゲストをお招きしております株式会社パラダイムシフト代表取締役の高須英二さんです高須さんこんばんははいこんばんはよろしくお願いしますこちらこそ私の名前は高須ークリニックではございません高須英二と申します <laughs> よろしくお願いします。よろしくお願いします。いきなりすごいですね。いいいい,いい登場ですね。ありがとうございます。<laughs> いや今日はですね、私すごく緊張してます。というのも高須さんってすごい方なんですよ。いいなのでちょっとご紹介をしたいなと思うんですけど、私が紹介するとですね、なんかすごく申し訳ないような気持ちになるので、高須さんからぜひ自己紹介を。 していただくことは可能ですかそうですか。それじゃあの簡単にあの見た目から申し上げると、えー、ハゲてます。で顎顎に、えー、白髪のひげがあります。はい、え口ひげは黒いんですけども <laughs> 顎ごひげは真っ白で、はい。年の頃ですね50ちょっと過ぎたところなんですけどもまあ皆さんはですねもっと年いってんちゃうかとよく言われますけれどもあの元銀行員を。 ししてておりまでも背広くてヤクザみたいな格好だったんじゃないかななんて今から思うとね思います。まあ、人生を、まあ、社長になりたいなっていうことでですね、えーはい、たくさんの社長に会える,会えるこれは銀行で勉強するしかないなということで5年間ほど銀行に行ってそれから起業をして、まあ、今ですね BNI といわれる、まあ、リファーラル組織を展開するです、ねまあ、フランチャイズの まあオーナーを大阪の方でやらせていただいておりますこんな自己紹介でよろしかったでしょうかありがとうございますもう私ちょっと今笑いがですね最初から止まらなくて本当にごめんなさい失礼いたしました笑えてくれてましたね<笑>,笑いをそう笑っちゃうとちょっと,とせっかくの自己紹介が消えてしまうと思ってひしこいて笑いを止めてたんですけど <laughs> のっけから外見をお話しくださってありがとうございますいや<が>内面は内面はね はい、このトークで掴んでいただければいいかななんて思いながらなかなかそれラジオですもんね,ね伝わらないから、うん、まあ<う>雰囲気的に言うとですねあの明治のカールカールおじさんみたいなあんな感じの顔してるから、はい、確かに似てる <laughs> リアル知ってるヤスさんからしてみたら似てるでしょ似てますいやあのちょっとカールおじさんの話が最初できたのでお話しすると 高須さんの事務所にこの前お邪魔させていただいたんですよね。ねはい、はい。そしたらカールおじさんのぬいぐるみが置いてあって、はい。似てました、はい。そうなんです。え、これ高須さんだったのかなと思いました。私。ね、髪の毛があれもね、帽子とるとないないおじさんになりますけどね。<laughs> い,やい,やいやいや。ね、その、えー、カールク経営チャンネルっていうことで、はい。実はあの YouTube デビューしようかなと思いながら今ですね準備中。 <お>準備中ということなんですけど、はいえー、チャンネルあのいずれ、まあ、春ぐらいからもう春ですけど、はい、す5月過ぎぐらいからやっていこうかななんてことで今準備してるんですけど、はい、その中にやすさんの声をねやす、はい、さんにも声で出演してもらおうということでねあ,ありがとうございましたいえこちらこそなんかすごく新鮮な気持ちで、ね、あれ収録させていただいて。 はい、いつもの無謀なオーダーにもお答えいただいて <laughs> なんかみたいな感じでねやってらういましたけどそういやーありがとうございました本当になんか弱い41にしてですねなんかちょっと声優デビューを果たしたような気がしてすごく嬉しいんですよ。あい経営といえば結構むず小難しくね語る人がやっぱり多いんですけど。うん まあね、自分をこう営むみたいな部分で言えばね、まあ、自分をしっかり愛して、ね、自分らしくこう世界を作っていくっていう意味でですね軽くお話をしていこうと全ての人が、ね、経営者になっていったら、まあ、世の中も変わるかななんていうところの、ね、メッセージを持ちながらちょっと発信していこうかななんて思ってまして、はい、あの顔はある意味ちょっと喋ってないと怖い感じなんですけどね <笑>,笑いながら喋ってると、あの軽いおじさんみたいなね、変わるおじさんみたいな感じになるんで、<laughs> まあ、あの、明治さんに怒られない程度に、あのキャラクター使いたいなと思ってます。ああ、素敵いや、むしろなんか、あれじゃないですか、明治さんにすごい喜ばれるんじゃないかなって思うくらい私が今住んでるたあの大阪の高槻ってね、明治製菓の大きい工場があるんで、はい、地域貢献にもなるかななんて思いながら、<laughs> はい。 すごいそうですねいやすごい楽しみですまああの本当今 YouTube チャンネルのお話もしてくださったんですけど、うん、カールク経営チャンネルって検索していただくとこれから少しずつ動画が上がっていく予定ということで5月頃ですかスタートが、ね、はい、はい、今覚えておりますはい。ちなみにこの最初にまずお話をちょっと掘り下げたいカールク経営チャンネルっていうのは どういう方をターゲットにされているチャンネルになりますかそうですねあの実際リアルはです、ね、私は今財務の経営コンサルねパラダイムシフトコンサルということで、まあ、そこそこの会社さんの経営者さんとあの一緒にビジネスでね貢献させてもらってるんですが、はい、この YouTube チャンネルのターゲットはですねまあ普通に今までこう家庭でね子育てし終わった主婦の方とか またサラリーマンなんですけど、まあ、もっと自分の可能性にチャレンジしたいなみたいなところで一歩踏み出すことがまだできてないようなそんな方々に向けてこう勇気を与えられるまたはスキルというかねあの単なる,や,る方やり方だけじゃなくてプロセスをちゃんと明確にしてちゃんと結果が出るように、まあ、導いていけるようなそんなようなチャンネルにしたいなと。ですから あの経営でバリバリやってる人向けではない、うんうん、そんな方々のためのねはい学びのチャンネルできたらなとていうよりはふざけながらやろうかな思ってます <laughs> ふざけながらいやー見ながらはい楽しみながらですねいやまさにたかしさんならではのチャンネルになりそうだなっていう私もすごく楽しみにしてますそうなんですねマーケティングしてみるとねその真面目にえー 提供されている経営の話ってたくさんあるんですけど、はい、柔らかくね、分かりやすくやられてる方、あまり少ないみたいなんで、確かに、はい、ですね。やっぱりなんかその経営ってすごく難しく思う人も多いですし、でまた今難しく喋る人が多いって言ってたのは、それを簡単に話できる人が本当にまず少ない。うん、なんかしようとするっていうよりも、そもそもできる人自体が少ないんじゃないかなって私は思っていたんですが。 それを本当に優しく丁寧丁寧というか、まあ、楽しく、うん、あの前向きにお伝えくださる予定ということで個人事業でね1人でやる場合だったらそんなスキルとかね学びっていらないと思うんですけど、まあ、経営って結局何人かの人とね仲良くねあの、まあ、幼稚園生がこう楽しくね毎日こうあの有意義に過ごすようなイメージなんですよ <laughs> 簡単に言うとね。あ分かりやすい。まあ ごめんね、ごめんねっつって、みんな、あの、なんちゅうかな、あの勇気づけ合いながらですね、楽しみながら一日過ごすみたいな、そんな毎日を過ごしてったら、なんかいいものできちゃったよみたいなね。うん、という感じで、みんな、一日一日を自分らしく、自分,しく自分がやれることを精一杯やるってで、そのチームができていければね、うんうん、いいつながりができるじゃないですか。ですね。まあ、だけど、こうね、あ<ー>あのどちらかというと、 今まではこう、うん、成長成長っつってねこう変に戦略を持ってとか言ってやってきてるんじゃないかなと思ってねいや、うん、そうなんですよまさにそうなんですよ結構それで難しく考えてしまう人ってすごく多いなと思うし私自身も結構難しく考えちゃってました、うん、で,でも今のその幼稚園の幼稚園児でみんなで楽しくワイワイやってたらいいものできたっていう例えが すごくいいいなと思ってて今聞いてました、ね、こう小難しくこねくり回そう思ったらいくらでもねやれますけどもまあシンプルなんじゃないかなと一緒にいて楽しくて、ね、何かちゃんと積み上がってればあの社会にちゃんと価値が還元できるだろうし、まあ、自己満足でねやっちゃうとね問題なんだろうけどまあちゃんとその,、はい、あの多くの人が求めてるもので貢献できるように楽しくやってればちゃんとした経営が実際 振り返っててみみたたらでできてるみたいなね、はい、そう,だと思うんですよで主婦の方なんかはね本当になんていうんですかねその育児ってまさに人を育てるって、まあ、経営そのものだからねはい育ってねそれぞれの人生を後押ししていくわけなんですよ、まあ、ある意味主婦がもっとこの何て言うのまあ一般的に言う経営者マインド元はね、はい まあ今までの会社のあり方なんかも変わってくんちゃうかなと思っててね。うん。ですからそういった方々をですね、そのパラダイムシフトさせたいなと思いながら、<お>まあそんなチャンネルを軽くやってみようかなと思ってます。<ひ> <laughs> すごい。楽しみにしております。はい。じゃあぜひ軽く K チャンネルでね検索していただくとこれから動画が上がってくると思います。 私も楽ししみにしてますでもそ,んなにそんなに期待しないでね。<laughs> <laughs> はいということでぜひ高橋さんのチャンネルも楽しみにしたいところなんですが、はいまあ、実は高橋さん本を出されてますよね。はい、はいはい、このタイトルが「令和時代を勝ち抜くリーダーが実践する義務の成功方程式」というタイトルで出されてます。長い,長いタイトルなんですけどね。 うんあでもすごくすっきりしてなんか一番伝えたいのってこのギブの成功方程式ですよねはいはいこれについてちょっと掘り下げてみたいなと思いますありがとうございますはいこれご出版がいつ頃でしたっけ去年の1月なんですね本当は2019年度中に出したかったなと思ってねはいはいというのはまあ当社の設立がちょうど2009年ここからスタートしたので 一つ十年間のね、はい、まあ記録というか証しというか、うん、成長のまあ一つのあのなんていうかなピリオドとしてどんなことやってきたのかみたいなのを、ね、まとめたまとめたいなっていうことではい。まあ書き始めたんです自分で。そうなまあでもその自分のねこの言語能力のなさに直面してですねはい。<laughs> 難しく書きすぎるし。 あー一回私が書いた原稿をねプロの人にお見せしたら「高須さんこれ3冊ぐらい書けますよ」って言われておお大長編いろ,んいろんなことをね書くより一つに絞って最初は、ね、ギブでいきましょうということでね出版のアドバイザーの方から言われましてねそれにフォーカスしていろいろこうご尽力頂い,いて出したんですけど、はいはい、じ19年度中じゃなくて。 えー、2000年の1月に皆様のご協力を得て出すことができました。ああ、すごい。<だ>そういうことだったの、ね、そうなんです。で、ちょうど、なんていうんですかね、コロナに真っただ中入って、出版記念パーティーも <laughs> 予定してましたけど、手ずるっていう感じで。<laughs> まあでも、であのね、荷刷りまでとりあえず行ってる感じなんで、<っ>ちょこちょこと。あのすごい ことをご好評を得ていただけてるのかな？みたいな感じなんですけど、<laughs> すごいです。ずり行ったんですね。いやいや、これもね。本当にまあうん、誰もがね。大事にしてる考え方だと思うんですよね。与えるっていうはい。これまさに本当に起業。家はもちろんなんですけど、そうではない方も含めて、やっぱりそのギブっていうことの大切さを教えてくれている。一冊だなって私は感じたんですけど、はい、うん？ 一番本当にこれたくさんお伝えしたいところはあるんですけれどもなんでしょうねまずあの私がおって思うのはマネジメントとリーダーシップが全く違うんだよっていうこの一文がまず響きましたうあどうしてもねやらなきゃいけないのはこうセルフマネジメントであって人をマネジメントするのじゃなくて人に対してはこうリーダーとしてのね義務を。 実践リーダーダシップを発揮していく、うん、これがやっぱり大事なんじゃないかなと思うんですけどもなんか経営者になるとね、えー、社長と従業員みたいなことで、ね、なんかマネージメントに入っちゃうみたいな、ね、人が多いんじゃないかなっ、うん、りリーダーシップを発揮していくことが大事なんじゃないかなって,言って、ね、最初に書いていてあとはそのリーダーとしてプロ,プロフェッショナルなリーダーアマチュアのリーダーではなくてプロとしてのリーダーシップ これが大事なんじゃないかなっていうことも書かせてます。ですか書かせてもらってます、はいまあ。プロってどんな定義なのかなって、まあ、自ら自分でねあの自,自己成長できる高い目標を自分で設定できるとかね、まあ、計画を立てて人を巻き込めるっていうんですかねで成果に対する正しい努力を怠らないとかねうん、まあ、いろんなキーワードを書かせてもらってるんですけど、はい、何よりもこう 人を動機づける勇気づける、ね、人を見づける巻き込めるそんな、うん、リーダーっていうんですかね、はい、先頭にも立つし、フォロワーとしてもリーダーしパッキーできるような人がこうたくさんの人の何だろう、うんうん、人生に影響を与えていけるんじゃないかなっていうことで、まあ、プロのビジネスリーダーって何なのなんていうこともね書かせてもらってます。はい。はい、これは本当に響く言葉だなって私も思っていまして、はいなんかそれこそ なんでしょうね。これはもう本当会社員の方であってもこのマインドってとっても重要だなっておっしゃるとおっしゃるとりはいそうなんですね。まあ誰か自分以外の人が出てくればですねどちらかがやっぱりリーダーシップを発揮することになるわけですね。うん、はい両方ともがそのあのリーダーシップを発揮しないとまあ交わりませんよね。そうそうそう。うん、はい。しゃべるから聞く人がいるし。 まあ表裏一体っていうことの中において自分以外の人とあの、まあ、対峙したというか一緒にいる時にはね誰か両方ともリーダーシップ発揮できるわけですリーダーとしてのリーダーシップとフォロワーとしてのリーダーシップね、はいうん、これがこう相入れるとこう共感とかね生まれるしチームになっていくよねっていうことで。 そうですよねやっぱこのマインド自体がもうすでにギブというかその相手の方に対する何でしょうねこうギブギブ、はい、もうギブの定義ってすごく広いような気はしてるんですけど、まあ、その人たちに対して貢献をするっていう姿勢そのものなんじゃないかなって思ってます。ねうん、はい、はい まあ,あとは分かりやすい例えとしては、まあ、その次にもギブアンドテイクっていう話が出てきてますけどうん、うん、まさにこのギブアンドテイクって世の中にあふれかえってるじゃないですか、はい、でもそうではないんだよとギブアンドギブなんだっていう話をされているのもすごく気になっていてちょっとこのあたりもなんか高須さんの思いを聞いてみたいなって思いますまあ、ね、神様が見てますよねって話ですよね。お<ー>ギブしてる姿勢をねはい うん、もちろん与えたらちゃんと見返りを期待して与える人もいるからだうけど、うん、見返りとか関係なしに自分に持ってるものこれをどんどんギブしていくことが人に,人に豊かさというか愛を伝えることになるから愛から来るギブは、まあ、常しえにですね自分の中から出てくるものだから与えれば与えるほどこの愛が充満していくんじゃないかなと思ってるわけですよ。はい でもみんなね、欠乏マインドでね、自分にはそんなもんないと思って、うん、自分を愛せない人なんかは、なんていうのかな、こう、やっぱりテイクというか、まあ、これがでも自然ですよね。うんうん、相手に持ってて、例えば私、髪の毛ありませんけど、ね、<laughs> おまけ持ってる人、髪の毛がちゃんとある人にね、ああ、恨めしい、恨しい恨めし、いその髪の毛欲しいってね、思ってるとね、はい、いい関係できないわけです。確かに。だから比較するんじゃなくて、自分は自分で。 ね、自分のキャラクターでいいんじゃないって,って自分が自分を愛せって言ったら、うん、そこからねこう関わり方変わるんですね人に対する。ああ捉え方の違いってことなんですかね。そう自分は足りないとか、ねうん、あの人とあの人と比べたらまだまだだとかだからまずは与えれないです私ってこう謙遜したりね。あ<ー> <laughs> じゃなくてみんなそれぞれ個性があって、うんね、強みがあって。 持ってないもの与えれないから自分の中に資源をちゃんと見つけてね。はいうん、でそれは愛って言われるものなんで、うん、こうしっかりと、うん、いろんな渡し方あると思いますけど、関わり方ですよね。はいうん、それによって人が感じてくれたりして、ねその人の人生も開けていったりするもので、うん、惜しみなく与えるってことは結構大事なんじゃないかなと思っています。あ いやー、ね、神様を見てるから、うん、また誰かとまたひっつけてくれるっていうのかな、出会うべき、タイミングで出会うべき人とちゃんと出会わさせてくれてるのは、そういったギブをしてるからかななんて思ってもらえるんじゃないかなと。なるほど、愛を持って、その人に対する本当のギブをしていくっていうことですね。うんうん 感謝の気持ちを伝えるとかそういったこともギブに入ってくるんですかね、そうすると。具体的に言葉に出して、ね、伝えると、うんうん。ということですよね。私もあ、はい、あの離婚して結婚してるという人間なのですね、はい、最初の,、はい、あの初めの時の奥さんとは本当にそこら辺ができなかったなって今から、ね、思うとね今は。今でこそいろいろ学びましたけど、当時は。 ねえー、なんでそれやってくれへんねんみたいなね、うんうん、もう,もう、まあ、テ,イクテイク前提みたいなねそうなんだんあんなとこあったなと思ってねえでもいてくれてありがとうっていうようなところでねどんな、うん、ギブができるんだろうかみたいな関係がね、うん、最初の若い頃はそれできなかったから、えー、まあそんなこと、えー、この赤本の中に、はいえー、ギブの成功と意識の中に赤ら々に書かせていただいておりますけど 橋、まあ、を忍んで書いてますからこれあそう高須さんの私もう今のこの高須さんに出会ってるのでかつてそれがどちらかというと欠乏マインドの塊だったっていうことが信じられないなと思いながら読んでましたこれギブしてるようでね、はい、ある意味テイクをしてたなあと思いながらね<ー>これは成功しないし、うんうん、関係も悪くなってくるなあなんて そうですよね限界もすすぐ訪れちゃいますよねそれがすごいすどう、どうやってギブの人になったのかっていうのは、多分聞いている方も、周りのもしかしたら高橋さんを知ってるよっていう方も、すごい気になるんじゃないかなって。あね、それ話し出したらね、はい、3時間ぐらいかかるかな。<laughs> 今日々、はい、の方程式をねご覧いただくとちょっとそのあたりが分かってくるかなと思うんですけどね。本当にいろんなあのことが起こりましてね私もね。はい、うん。なんか何て言ったらいいんでしょうね。私もこの前ちょっと直接いろいろお話しさせていただく機,機会があって初めてそこでもともとの,元々のなんか経営されてた時のお話とか。 まあ今、BNI という異業種の,そのマーケティングの、まあ、ある意味団体とも言える中で、すごくその組織的に運営系営をされていることとかをたくさん聞けて、なんかその高橋さんの本当に改めて懐の、なんていうでしょう,こう、大きさというか、深さというか。さう小さかったんです、昔は。これはね、いろんな出来事で<ー>、本当に器を拡大させていただけるような、うん、そういう。 様々な人との出会いとか出来事との出会いでね。はい、まあ、うん、あの、広げることができてきたなってまだまだなんですけどね。はい、いや、すごい素敵。なんか、いや、あの、本当はリサの皆様、あの、先ほどから。あの、髪の毛がないとかとおっしゃってますけど。あの <laughs>、うん、高橋さん、めちゃめちゃダンディで超かっこいいですからね。<laughs> う <laughs> ぜひ検索していただいたら、本とともに。はい、この、素敵なお顔が。 おそらく写真で出てきますよね。そうですかね。はい。<laughs> でもね、僕双子なんでね。あ、高須英二で検索してもらった。はい。そっか。高須英二さんと。弟さんでしたっけ。はい、はい。弟は俊二って言いますけど。おお、俊二さん。ええー、すごい。そう、ふ<え>双子って聞いた時もすごいびっくりして。え、そうなんだと思う。はい、でも確かに。ちょっと。 あのフェイスブックだったかなはい、はい、お買を拝見する機会があって本当だ似てる <laughs> そっくり男性ですからねすごいと思ってなんかワクワクしました日本で生まれてないでタイで生まれてんですタイなんですねえタイっていうのはどういうきっかけでタイになったんですかあ一応あの仕事の関係ですねあースーパーサラリーマンでねはい,すごい大手商社はい 皆さんご存知な大手商社の海外駐在員ですね、うんで。タイで生まれてブラジルとアルゼンチンに15歳ぐらいまでいて。<laughs> まあ今日本語喋れてますけど、はい、日本に一時帰国した時日本語喋れなくてね。えーはい、あの警察に捕まったこともありますし、うわあの一緒に、ね、た友達になってくれる人が、はい、あのまあ俗に言う。その 不良の人たたちばっっかりだんですね、まあ学校に行ってもね日本語が通じないから、うんうん、ちょっとこう,なんてうの今で言えばいじめですよねいじめって言葉すらが分かんないからその時ねはい、まあ、日本の子ども子供ってこんな遊び方するんだってな感じでちょっと嫌だなみたいな、うん、学校あったら早く家に帰る途中にですね公園があってね はい、いつもたむろしてる兄ちゃん姉ちゃんがいてそこ行くとねこうみんな温かく迎えてくれるんですよはいで一緒に遊んでたら一緒にあのパトカーに乗ることになって、えー、<laughs> 当時あの東中野警察署っていうところにね、はい、え十何人一斉にパトカーに乗っけられてあ後から、ね、思えば、うんまあ、そういう不良の人たちと遊んでたって言うんですね僕はねああそうだったんですか まあいろんな話しだすとこれラジオ終わっちゃいますよ終わっちゃいますね <laughs> いやすごいなんかいろんな <laughs> 日本語喋れてるけどまあ頭の中でどちらかともラテンですよね、はい、あまし,しないしへー,へーすごいすごいいや純粋にすごいなって今思いました <laughs> えどこで日本語を覚えたんだろうと思いながら聞いてます、ね、あのうまく喋れてるのかどうかわかりませんけど 二回目の今の奥さんから言わせると「絵にお葉が違う」とかね <laughs> あの国文学の方、ね、大学国文学の方でこういろいろ、はい、ざっくりとした表現なんですけども、はい、教えていただいておりますしいろんな方、まあ、にしるようなことがだんだん増えてきた中ではねちゃんと言葉を理解しておかないといけないななんて思いながらちょっと勉強はしてますけど、はい、まあ日本に。 帰ってきてき日本の方が長いんだね。はい。あだこうだって言ってられないんで。はい。<laughs> <laughs> 確かに。いや、でもすごい、すごいご経験をされたんだなっていうのは、今、なんか改めて思いました。うん、だ<が>、ね、まだまだ。父親がですからそのブラ、アルゼンチンの時に、その大手商社の社長ですよね、現地法人の社長をしてて、実際問題、本当に。 いい生活をねさせていただいてメイドさんが23人ねいるような感じのまあ<ー>そういうのところで、はい、私はね双子の私兄貴の私としては絶対社長になろうと思ったんですあ<ー>同じようにね弟にも聞いてみたら「いや社長にはなりたくないな」と思ったんです、ね、あの<ー>弟はスーパーサラリーマンしてますよあ,、はい、あの今でも今でもねそう、うん でも社長になるというふうに決めてまあ小さい頃からですねはい。ええー、まあ就職活動をね、うん、もうそうなんですけど社長とたくさん会える業種は銀行という話でいいなるほど。はい。たくさんの社長をお会いしましたけどやっぱりね、はいうん、まピンキリで <laughs> 勉強させてもらって、うん、じゃあほんにこうなんていうかなこうリーダーシップ発揮していくということでまあ でも最初のう起業というかね最初の結婚これがまさにあの自分のね我を押し通して、はい、社長の娘をもらうのが一番近道だと思ってねそういうことか最悪でしょで社長の,、ねのねまあ、銀行の時のお得意さんが「高須君あんた見合いしたことあるか?」って言われたんで「ないです」と「恋愛しかしてないんです」って言ったら「 あんたまあでもそこでねこの人いいなと思った方だったんですけど、うんうん、そこでまあ結婚していくっていう話なんですがやっぱり自分の中にねそういう横縞な気持ちがやっぱりあったし傲慢さがあったし、うん、仕事はするわけなんですけどね、はい、でもこの最初のねご家庭の人たちとこう何となく関係を本当には作れてなかったなっていうところではい。 まあ結局、まあ、実の自分の父親が、ね、亡くなったときに、うん、いろんなことを私も考えて、はいで、まあ一旦婚姻関係を解消しようというところからです、ねまあ、自分が作ったビジネスなんかも一旦まあ、手放しながら、はいでえー、東京は私の実家は横浜なんですけど、はい、横浜に戻って。 とえー、関東の事業をねどんなビジネスがあるのかななんていうことを模索しながら、うん、まあ財務コンサルを始めたみたいなそんな流れですね。そうだったんですね。起業して3年ぐらい経った時に BA.9 と出会ったんですけどはいあそうなんですかそんな流れで,ですか、ねはいまあ、ある意味チャレンジしながらあの <laughs> やってたって感じですね。<laughs> そうですすねいいやーすごいそ,その流れいやもう本当に深すぎてですねなんかこれ本当に一つ一つお伺いしたいんですけど是非ま,また別の機会にいろいろとお話をお伺いしつつ、はい、でもその経緯といいますかその流れがあって、まあ、今の高須さんに至ると、うん、そうですねそこでつかんだものが、うん、もう本当にの意味での,、うん、その周りの方への ギブをしていくっていうことだったっていうことですねねはいねないもの与えられないわけですけどすべ、まあ、て持ってるっていうセンスですよね十分あってはい分け分け与えれば与えるほどまた豊かに自分にもなってくるっていうねああ、そっか自分が持っているものっていうのは比較をすることがなければもう100%持ってるっていう でそれをその力を必要としている人に提供するっていうそういうことですね。わかりますよ。ああ深い。だからじまあ、自分を見つめて自分の中にまあ、資源としての価値を見い出せれればはい的だなと思って人はね本当ですね。うん。いやなんかその考え方を一人一人が本当の意味で持てるようになったら、うん、まあ、その会社 その地域、もしかしたら日本全体、あるいは世界全体がすごく活性化するなって今思っています。はい、私もそれを信じてます。ああ、素敵。え私もぜひそのお手伝いをさせていただきたくてですね。はい、これをもういつもカバンの中に入れて、はい、ありがとうございます。はい、この本か、断るごとにこうパッて、パッて。 開いたところを結構あそますねはい非常にすごくあの中身の濃ゆい一冊でそんなにあの厚みがあるわけではないんですけど、ね、もう本当に一人ひと一人じゃない一つ一つの言葉が濃いのでこれ、ね、私はですねさらっと読めそうでいや結構これ深いなと思って一つ一つ大切に読ませていただいてます。 ありがとうございますそれはこちらこそ、まあ、後半といいますかその、えっと、一部の中のところでは BNI での実践の話なんかもたくくさん出てくる多くの人がね、はい、あの YouTube のセミナー聞いたり本読んだり知識としてはね頭に入れてらっしゃる方たくさんいらっしゃるんだけどその実践の場があるようでないんですよね確かにないですね。 でこの実践も練習の場があって実践する場があればなおいいなということで、まあ、BNI という一つの,あの団体はそういった機会を提供している団体ですからそれをこうもっともっとたくさんの人に知ってもらいたいなという思いもあって、ね、この本を書いてきました。はい、BNI の人向けというよりは BNI、はい、<laughs> 知らない方で可能性をこう、ね、引き上げたいなといチャレンジしたいなというような方々に読んでもらうとね、うん、まさに。 あの道しるべになるかななんて思いで <laughs> 私がやってきたさまざまな失敗談も含めて書いてますから <laughs> そういうことせんでもいいよみたいなね話で <laughs>、うん、いやーこれは本当にそうですねなんか多賀さんのことを知れるしその失敗こういうことをやるとやっぱり失敗しやすいっていう一つの。 何でしょう指標を示してくださってますしまあ何よりも本当のギブって何なのっていうところが具体的に書かれていてかつそれをリーダーとしてどう実践していくか自分がリーダーだったら人生のなんか主役というかリーダーシップを発揮するっていうところで言えばどんなふうにそれを生かしていけるかっていうところがよりイメージしやすいようになってるなって、ね。うん、はい 思うのでサラリーマンの方なんかにも読んでもらいたいなと思ってるね。そうです。よ確かに。本当、うん、これはぜひとも読んでいただきたい一冊です。お願いします。はい売れてないんでお願いします、皆さん。え、そうなんですかです困ってるんです。なわけない、ね。<え><笑><笑>荷刷りまでいってるのに <laughs>、ねあの。はい、ね。買って買ってっていうよりは、まあ、あの、 ぜひあの手に取ってもらえれば、はいろんな要素が入う本当にあの表紙も赤と青でめちゃくちゃ目立つんで,でタイトル黄色じゃないですかもうすっごく目立つので多分うパッて見たら本屋さんでも見えるし、はい、あとアマゾンとかでもで、ね、ギブの方程式。アマゾンでなんか、えー、電子書籍でしたっけ はい、あれでもなんか出てるらしくて。じゃあ読みやすいですね。うん、私とか結構こうページをめくる感覚が好きでついつい本当の本をゲットしちゃうことが多いんですけど、はい、伝書籍好きな方はその方が軽くちゃっとこう読めていけるかなと、うんうん、思いますね。いやでも本当になんかんでしょうねやり方さえ知っていればいいっていうものでもないですし。 何よりりもやっぱり最初とかこの随所に出てくるマインドの部分どういうそのマインドで人に接していくのかっていうところとかお役に立っていくのかっていうところ、うん、でそこから自分自身のなんかでしょうねアイデンティティというか自分自身の在り方を確立していくっていうところで本当にバイブルのような一冊なのでぜひ皆さん買って読んでください、うん。ん,さいそんなを言ってくれたら本当にありがとうございますもう <laughs> いや、私がこの本にですね、実す,すごく助けられているので。あ、そうですか。はい。は本当に。はい、<laughs> 何でしたっけ、のドラマの話、泥沼ドラマの話。はいね、そうそうそう。泥沼ドラマね。そうそうそう。終、はい、っちゃうんですよ、この泥沼ドラマに、みんな。そう。ね、何、何だろうなっていう人はぜひ買ってほしいんですけど。五 <laughs> つのね、泥沼ドラマが書かれてるんですよね。 そうなんですよ。はい。苦がちですね。そう。人脈ありませんとかお金とか時間ありませんとかね。そう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 。心のゆとりないとか。そう。あり能力ありませんとかね。<laughs> なんかいろいろそういうドラマをね。<う>まあ、はい。ハマっちゃうんですけど。私もハマっちゃいます。すぐハマろうとしてしまうので、その時にこの本にもう一回立ち返るようにしてます。 素晴らしいどなたかもおっしゃってましたねの。はまったことに気づかないからね。あそうそうそうそこでいろいろもがかはるんだけど、やっぱり俯瞰してみるとかね。自分が本当に、えー、求めてるのかと。求めて、求めて、求めたものに対して神様は与えないはずがない。ですね。 本当に心から求めてないから違うものが与えられるみたいなね。ああ<ー>、うん、そっか、まさに。求めよさらば与えられんってね。うん、探せそうすれば見出すだろう。門をたたけそうすれば開けてもらえるだろうというわけですよ。はい、その子もね、聖書の句がみんな知らないんで、ここの本にも載せてるんですけどね。はい。あなた方のうちで自分の子がパンを求めるのに、 石を与えるものがあろうか魚を求めてるのに蛇を与えるかと。親であったらね、そんなものを与えないでしょって。神様を信じるってことは、まあ、自分を信じてるかどうかみたいなね、いうとこなんですけどね。はい、自分の子供には良い贈り物をするということを知っているとすれば、天にいるあなたの父は、なおさら求めてくるものに良いものを与えくださらないことがあろうか 信じきれるかかどうかみたいなね与えてね帰って帰ってくるんだったら与えれるみたいな人は多いと思うんですけど、はい、帰ってこないかもしれないけどね、うん、ちゃんと巡り巡って帰ってくるんだっていうことで思い切ってギブをね、うん、できると、まあ、それ神様が「おこいつはようのために動いとるな」つっ,ってね <laughs> ちゃんとこう。 私が自分自身が本当に求めて必要なものがちゃんと与えられてる。うん、だからお金にしても時間にしても、もうこの時にしっかり行ってこいっつってね、うん、躊躇するとね、うん、お金も生き金にならないし、時間も適当に使っちゃうし、いろんなことをです、ね、本当にあの体験できるのが b a かなと思いますんで。お 実際、ね、そういったあの、まあ、人生の縮図がそこで見れるしたくさんの人とのねあの交わり合いがあるから、まあ、経営者としても磨かれるしみんなみ自分の中にはねダイヤモンドの原石な自分はねだからたくさんの人とこすり合いながらね、うん、いろんな出来事を共有し合いながらまああのちょっと一昔前はね個性の時代だって言ってましたけど はい、これからはですねコミュニティの中におけるこの時代っていうかね、うん、大事にするこの人の集まりの中においてより個性が発揮できるようなそんな時代になってくるって僕は思ってて1、ね、一人一人じゃ生きていけないのが人気なんだけどコミュニティもねこの情報化でね、うん、コミュニティの組成の仕方もだいぶ変わってきてますから、はいまあ、いろいろな地殻変動が起こりながらですね本当にこの23年の中で IT 技術も駆使しながらね、うん、本当に自分が自分らしくあれる、そんなコミュニティを大事にしながら、うん、やっていく必要があるなと思ってて、まあ、その中においてもね、うんまあ、BNI とか、私はあと倫理法人会とかね、同友会とかいろんな会にお届させてもらってますけど、うん、すごい、はい、大事だなと思ってね、うん、出会えるし。 何よりもご自身で作っていくのが一番いいかなと思うんですね。うん、そうですね。自分一人っていうよりも、そのいろんな集団とか団体とかいろんな組織の中で自分がどうギブできるかと、自分自身がどういう人でどういう人にお役に立てるかっていうところがすごく磨かれそうですもんね。そうですね。うん、一番最初の単位は家族ですからね。あ、そっか。うん、奥さんとか旦那さん、また子供さん。 子供さんも自分の、ね、コントロール下に置いてちゃダメですよってことですね。うん、いずれちゃんと育っていくので、ねうん、ある意味こう一、一人の人としてちゃんと関係を作っていくみたいなことが大事なんじゃないかなと。<ー>その最小単位の家族との関係が、ね、うまくい,けいっていなければ、企業家としても、まあ、長期的な部分で見えたら、ね、成功してないとも言えるわけなので。確かにはい ですから、このプライベートのハッピネスとビジネスのサクセス両方ともね、本当にこう、つかもうと思ったら、つかめるんじゃないかなと、そのキーワードがギブかなと、<ー>私は思ってね、やってます。いやー、はい、素敵なまとめ、ありがとうございます。まとまりました、今。いや、<う>家族。はい、<laughs> 家族に最後、こう、帰結するところが、すごいやっぱ素敵だなと思いました、今。はいうん 私も不要プロクセスありましたけど。でも本当、家族がを大切にできるからこそ、他の人も大切にできるって思いますね、うん。その大元は自分が自分を大切にできるからですよね。自分の気持ちとちゃんと向き合ってね。そこが大元の源なんで。なるほど。いやー、深い。 深いい話をありがとうございますいやいや皆さん読みたくなっちゃったんじゃないですかとかあとは、ね、本を読むとか読まないっていうよりも例えば身近な人に一言「ありがとう」っていう感謝の気持ちをね伝えるっていうだけでも大きなもしかしたら変化が起こっていくかもしれないのでそうです僕、ね、はちょっと恥ずかしいような人こそですね。うん そんなふうにやってみたらちょっと言ってもいいってちょっといいって,ってね、うん、今から普段言わないことなんだけどちょっと恥ずかしいけど言っていいありがとうねう<わ> <laughs> キュン <laughs> い,ついつもご飯作ってくれて本当にありがとねっうほっこりすごい素敵うちの奥さんいつもね帰ってくる時は玄関でちゃんと迎えてくれるんですよね あらななんて素敵な奥様ありがたいなと思って本当ですねいやーありがとうございました、高須さん。<laughs> なんかもうあっという間に時間が。はい、もちろんです。ぜひぜひまたあのいろいろとお話聞きたくなっちゃったので、また聞かせていただきたいなと思います。はい、もう本当は話さなきゃいけない、もう本当の本当の話が。 今日全くしてませんので <laughs> ぜひ気になる方はリーダーが実践する義務の方程式をぜひお買い求めいただいてお読みいただければと思いますこんばんは、はい、にありがとうございます <laughs>、ね、こちらこそありがとうございますということで本日のゲストはパラダイムシフトの高須英二さんでしたあり,、はい、ありがとうございますありがとうございますまたお会いできることを楽しみにしております はいさ。さよならさよなら <laughs> コンビニ社老子安さやかのウィークリーコンビニラジオ ギノアンヒルズ通り救命デイゴ通りにはいろんなお店がショッピングカフェ飲食雑貨そして絶景の夜景スポット新しいギノアンの楽しみ方がきっと見つかるギノアンヒルズ通りステンマドゥーから伊佐交差点へとつながる坂道ギノアンヒルズ通りに遊びに来てねあなたの人生に輝きをたくさんの仲間に出会える場所人生の喜びを発見できる場所それがベタニアチャーチです

君の心に溶けた手作りのお味噌をシフォンケーキで優しく包む聞く味噌屋が作る味噌シフォンケーキ八重瀬の夢工房あなたの大切な方のお見送りを一緒にお手伝いさせていただけませんか大切な人の最後だからしっかりやりたい。 そんな願いを叶えます。電話番号は八九二八六八八。安心事前のご相談は葬儀社新家へ。交通量が多い。字幕付きの映像で目に留まる。浦添市ぐすくま五十八号線沿いの大型ビジョンで。あなたのお店イベントなどなど。P. R. しませんか。お問い合わせはレイ四五。六七レイ七六四レイ。ぐすくまタウンビジョンまで。 ささててて高須さんとの対談改めて聞いていたただきましたちょっとね先週も聞いてくださったよっていう方はまた同じものになってしまって大変恐縮なんですけど私の中ではやっぱり宣伝をして皆さんに聞いていただきたいっていう思いがあったのでもう一度流させていただいたことをご承知おきください。 他にも私の周りには今本当にたくさんの素晴らしい人たちがいて、まあ、周りなんて言ったら本当失礼なくらいのおこがましいな,なんて言うんでしょうね本当に関わっていただく方がたくさんたくさんいらっしゃいます。で昨日ちょうどあのコンビニ経営研究会っていう研究会が定例でありまして、まあ、そこでもっともっとその業界を良くしていくための動きについて話し合いをしました。現役のオーナーナさんや元 コンビニ業界に関わっていた私のような専門家の人たちこういった方々でもっともっと力を合わせてま冷いては本部の人たちもね一緒に入ってもっと良くなっていくための施策ですとか行動を計画していこうということで昨日は前向きなお話ができましたいずれまたこの辺りはあのお話といいますかご案内をさせていただくこともあるかと思いますのでお楽しみになさっていてくださいということで ウィークリーコンビニラジオ84回もいよいよ終わりの時間が近づいてまいりました本日もお聞きくださり誠にありがとうございましたパーソナリティは私コンビニ社労氏の安さゆかでしたそれではまた来週この時間にお会いしましょう